皆さんおはようございます。今日はアジを狙いにやってきました。仕掛けはこのジグサビキを使っていきます。ジグはジグパラの 30g です。光るやつなんでしっかりと蓄光させていきます。狙い方はいつも通りフルキャストして沖の底まで沈めて、そこの方を狙っていきます。はい、今日の釣果です。今日の釣果はアジが釣れました。朝マズメのですね、まあ1時間ぐらいしか釣りしてなかったんですけど、今日は朝マズメが短かったのと、なんかあんまりアジが多分いなかったのか、まあこれだけ5匹だけですねになってしまいました。まあただ日が変わればアジもまあバンバン釣れてるみたいなので、また行ってみたいと思います。じゃあ今回はこれを炙りと塩昆布でまぶしていきたいと思います。じゃあさばいていきます。
頭を落として内臓を取ってでこのまま3枚に下ろしていきます。で腹骨を取って皮を残したぶりにするんでこの脆骨を取っていきます。ちっちゃい取れんのかな。このまま皮にちょっと切れ込みを入れていきます。じゃああとはこれを炙って完成です。じゃあもう一品塩昆布和えを作っていきます。で、この腹骨まで空いた状態のアジを皮をこのまま引いていきます。皮は引けんやんよ、うまく、はいはい、全然皮引けん。じゃあこのまま皮を引いていきます。皮が引けたらこれを、細かく切っていきます。で器に入れたらこの塩昆布を入れてあえて冷蔵庫で寝かせていきます。まあ、塩昆布の量は好みなんで、まあ、適当にやってください。多分ちょっと多めぐらいの方がおそらく美味しいかなと思います。よし、よし、よし。でこの塩昆布和えなんですけど、キスとかの白身魚と非常に相性が良くて、以前キスで作った時にめちゃくちゃうまかったので、とりあえず今回はアジでも試してみようと思って作ってます。でこの状態でしばらく冷蔵庫で寝かせていきます。それじゃあアジの炙りの完成です。じゃあこれを食べていきたいと思います。今まで、アジの炙りって作ったことなかったんですけど、うまいっすね。普通にサバとかサワラとかの炙りと、まあ、同じような感じで、まあ、皮目に油があるのでそれがしっかり溶けて、まあ、美味しくなるっていうような感じですね。でちょっと今回鱗取ってなかったんで、やっぱちょっと鱗は取らんとあかんかなっていう感じです。ただ味自体は全然美味しいのでこのまま食べ進めていきます。じゃあ続いてアジの、塩昆布和えですかねを食べていきたいと思います。まだちょっと冷蔵庫でこれかな2時間ぐらいしかつけてないんですけど、まあ、ほんのりとですね塩昆布のなんていうか色味がアジに移ってる感じです。これめちゃくちゃうまいですね。アジ自体うまい魚ですけど、めちゃくちゃ昆布のうまみがアジにまとわりついてるっていう感じなので、これですね、ご飯も進みますしお酒と合わせてもめちゃめちゃ美味しい酒の魚になってると思います。で、アジに関しては特に味付けもしてない生の刺身の状態なんですけど、塩昆布のちょうどいい塩味というかうまみが加わってるので、もうこのまま食べていくことができます。これ美味しい。何しても全然映ってないけどね、うまいな。うんうん、美味しい美味しい。